菜の花が咲く頃、孵化した4羽のヒナはすぐにたった1羽になり、父鳥は1羽のヒナを懸命に守りました。そんな父鳥から幼鳥が自立していく物語です。ケリのオスはメスと共にヒナを育て、2ヶ月もの時を経て幼鳥と強い絆を形成します。特に1羽のヒナしか生き残っていない場合、親鳥は手厚く保護します。そんな父鳥と幼鳥はどんな別れを迎えるのでしょうか。父鳥の切ない行動が見どころです。まだ肌寒い4月、孵化して間もないヒナが父鳥に温めてもらいに行きますよ。この父鳥嬉しそうですね。このペアは餌の多い一角を縄張るベテランです。4羽のヒナのほとんどが生き残れるのではないかと期待されたのですが、豊富な餌場は逆にケリの侵入者を寄せつけてしまいました。父鳥も母鳥も侵入ケリを必死で追い払います。その間ヒナは外敵にさらされやすくなったようです。4羽いたヒナはあっという間に1羽になってしまいました。父鳥が1羽のヒナにつきっきりですね。通常母鳥がヒナの近くにいる場合が多いのですが、心配なんでしょうね。ヒナも頻繁に父鳥の方を見ていますよ。行動を共にする兄弟がいない分、親に頼っているようです。少し大きくなっても親鳥はずっとそばにいますよ。ヒナはやはり親鳥をよく見ていますね。父鳥は1羽のヒナを守るために必死で外敵と戦い続けました。6月になり、金峰を流れる川にも強い日が差し込むようになりました。立派な幼鳥になりましたね。おや、少しおどおどしていますよ。兄弟がいる場合はお互いを頼りに行動しているようですが、一人っ子なので不安なのでしょう。もう70齢なのに母鳥にべったりですね。親が兄弟の代わりもしているのかもしれません。親離れが難しそうですね。九州霊になって、まだ親鳥の近くにいますよ。親、様子がおかしいですね。侵入者が何羽も来たようです。親鳥は侵入者に攻撃し、幼鳥は必死で逃げています。幼鳥は伏せています。
識したのでしょうか。危ない縄張りから早く自立させた方がいいと感じたのでしょうか。数時間して、幼鳥が戻ってきました。両親のいる方向へ駆け寄ろうとして、5メートルくらい手前で立ち止まっています。すぐそこに両親がいるのですが、止まって見つめています。そして飛び去りました。曇り空の夕刻、1羽で大丈夫でしょうか。数日後、幼鳥が親の縄張りに戻ってますよ。嬉しそうですね。母鳥も一緒です。数メートル先には父鳥もいますよ。親鳥も。離れたくない気持ちと自立させなければいけない現実との間で揺れているようです。7月が近づき、いよいよお別れの時が来ます。幼鳥が両親の縄張りで1羽でいます。親鳥は近くに隠れています。この幼鳥、厳しい顔をしていますね。自立の時を自覚したのでしょうか。その後、もう幼鳥は戻ってきませんでした。母鳥は少し寂しそうですね。そして父鳥も。幼鳥は近くで1羽で過ごしています。もう戻らないという決意からでしょうか。まだ厳しい顔のままですね。早く近くの群れに入れるといいですね。今年、孵化したヒナのうち、兄弟が亡くなって、たった1羽で生き延びた幼鳥は約 6%。こういった幼鳥は親子の絆が強くなると考えられ、時々しばらく親鳥と過ごす場合も見られます。そんな中、見事に自立したこの幼鳥と、それを促した父鳥に感服です。